それでは次に、東の空を見てみましょう。天の川の上に、とても明るい星が見えます。肉眼でもはっきり見えるほどの明るい星。それが、夏を代表する星の一つ、こと座のベガです。ベガは、七夕伝説の織姫の星としても有名です。皆さんも七夕伝説のことはご存知ですね。天の川を挟んで織姫と対をなす星があります。さて、それは一体何でしょう？彦星様！はい、そうです。彦星ですね。織姫と彦星は夫婦の星。では、今度は彦星を探してみましょう。ベガから天の川を越えて南東へ。そこにまた明るく輝く美しい星が見えてきます。織姫に勝るとも劣らぬ美しい星。それが織姫の夫である彦星。鷲座の一等星、アルタイルです。ベガとアルタイルのさらに東寄り。天の川の上を一羽の鳥が北から南に向かって飛んでいます。大きく羽を広げた美しい鳥、白鳥座です。白鳥座の尾のあたりに、ベガやアルタイルに負けないくらい白く輝く大きな星がご覧いただけるでしょう。これがデネブです。ベガ、アルタイル、デネブ。この三つの星をつなげると、三角形になる！はい、そうです。星空の中に大きな三角形が現れました。これが、夏の大三角形と言われる星と星とのつながりです。そこに大きく光る星があるの、見える？あれがベガ、こと座で一番明るい星、七夕の織姫様。ベガから下を見ると、また明るい星がある。それがアルタイル、鷲座で一番明るい星、七夕の彦星様。それから、ベガとアルタイルの左にあるのが白鳥座のデネブ。この三つの星をつなげると夏の大三角形。星はそれ一つでは星座にはなりません。他の星と結ばれることによって、星座として様々な物語を私たちに語りかけてきます。私たち人間もそう。一人では何もできなくても、他の人たちとつながることで、様々な物語を生むことができるのです。星は出会いをくれます。たくさんの素晴らしい出会いと、思い出をくれます。今日ここに来てくれた皆さんと出会えたことも、私にはとても素晴らしい思い出になります。そんな素晴らしい思い出をくれた皆さんに、私からプレゼントがあります。これはこの時期の夜に見えるペルセウス座流星群です。一
人は昔から流れ星に願いをかけてきました。星は願いを叶えてくれます。たくさんの流れ星はそれだけ大勢の人の願いを叶えてくれるはずです。どうかここにいるすべての人の願いが叶いますよ。ありがとう。リョウのおかげで最後までうまくできた。率が厳しかったから、それに亮がそばにいてくれたから緊張しないで上手にできた。亮のおかげ。ご褒美？でいいの？ご褒美はキスだけでいいの？今どんなお願いした？それは叶う。私も亮にまた会えて嬉しかった。秋にはペガサス座とアンドロメダ座がとても綺麗。その2つの星座が作るペガスス大四辺形は天上の窓と呼ぶにふさわしい。冬はオリオン座が大しく夜空をかける。そして大犬座のシリウスが孤高の輝きを放つ。春は乙女座のスピカ、牛飼い座のアークトゥルス。春の訪れを喜ぶように輝く夫婦星は幸せの象徴。これからもずっと一緒にいる。